それでは講演に移ります。まず低炭素社会戦略センター研究顧問の山田浩一より2050豊かなゼロカーボン社会と題し講演を行います。山田先生、よろしくお願いいたします。それでは時間あんまりないんで少し飛ばしながら話をしたいと思います。で、ここに書いてありますようにゼロカーボン電力というのは主要なエネルギー源であって2050年にはやはり社会の活動というのは今よりずっと拡大していきますのでエネルギー需要というのは増加するというそういう立場でものを見ております。で、その中でもですね ICT 関連分野の爆発的な成長によって電力需要が増加するということ、それからあとそれを支えるものとしてこう書いてありますような太陽光からずっと水素システムとかいろんなシステムが必要なんで、その将来コストと CO2 の排出量を試算をしております。で、これらに書いてあることはですね30年ほど前に書きました太陽光発電という本に書いてあるんですけど、現在のその時にもコストなんかをこう見てたんですけれども、30年前に今のコストを計算したのを見ると大体一致しているということで、割とその将来の姿を見るという目では自信があるというところですかね。で我々そのいろんな将来の設計とか評価用のプラットフォームっていうのをずっと作っておりまして、左に書いてあるような低炭素化技術の例ということでずらーっとこう並べてありますけど、こういうところをだいたい30年ほど前から入れておりまして、これのコストとか機器のコスト、それと原料とか CO2 の排出データ、それから統合化したゼロカーボン電源システムの構築というようなことのデータをずっと揃えながら、最後に新産業連環表につなげるということにして、で現在もそうですけど2030年2050年の産業構造の定量化ということで、その時の GDP はどうなってゼロカーボン化はどういうふうになっているんだろうかというあたりを出しております。まず電力の方っていうかエネルギー源の方ですけれども、これはやはり全て電力にこうほとんどが電力になっていくんですけれども、その例えば発電コストと年間の電力需要ということを見ますと、上に線をずっと入れておりますけれども、下にあるその電力需要は今1000テラワットアワーぐらいパーイヤーぐらいなんですけれども、それが2050年を見ますと3000ぐらいまでは使うんじゃないかなということでやっております。でそれの内訳が一つがその風力やなんかあって、その数字がここにありますけれども、まあ、太陽光発電を主に始めずっと力入れてやったんですけど、大体現在見ると、まあ、1000テラワットアワーぐらいまではいけるだろうということですね。でこれ太陽光とかそれからその他の風力やなんかずっと入れると3000ぐらいまでは出せるだろうと。でその時のコストがどれぐらいかってみますと、まあ、少し上がっていきますけど、それでもかなり安くて現在とそんなに変わらないような数字になっております。でこのところでは我々原子力入れてないんですけど、まあ原子力入れてやるっていうことは非常に難しいだろうと思っておりまして、主力は全てこういう自然エネルギーを使うというところになっております。これはこれですね、太陽光のモジュールの製造コストっていうんで、その30年ほど前に計算してこうなるだろうっていうふうにやったんですけど、大体その予想が当たってて
ずっと下がってきておりますし、将来はさらに、ずっとこちらの方にまだまだこう下がっていくだろうというふうに予想してますけど、いずれにせよ割と我々の その何回も言うようですけれども、将来のコストの見積もりやなんかっていうのは、いろんなところで計算をデータを得て計算をしてやると回ってるなということで、将来のこともある程度信頼ができるんじゃないかなというふうに思っております。今言いましたように、電力を支えるために蓄電池っていうのがいるんですけれども、蓄電池っていうと皆さんリチウムバッテリーを思い起こすと思うんですけれども、日本では割と鉛の蓄電池がたくさんありまして、それが出ますので、これではこういう電源用のバックアップとしては鉛の蓄電池を使うのが使えるっていう利点があります。で、これをリチウム電池と比べますとですね、かなり安いですよね。数字も安、システムコストもこう安くできてまして、それからもう一つ違うのは CO2 の排出量がリチウム電池と鉛蓄電池ではもう倍半分以上こう変わってしまっているということで、我々としてはこの鉛蓄電池を使えるだろうと。で、かなり将来電源が増えていってもこれ使うだけの量はありますので、鉛蓄電池が電源用には使われるという、こういうことになっています。皆さん電池というとこっちばっかり見ますけれども、そうじゃなくて日本はこういう利点もあって、非常に安く CO2 もこんなに少ない排出量で済むということが計算されました。あと将来例えば鉄鋼なんかどうなるんだろうかということで、現在高炉や鉄炉で非常にいい鉄がこれだけ使われて8600万トンぐらい生産されてまして、 CO2 がこれだけ出てますけれども、将来もですね、やはりこの中の一部はやはり日本の非常に性能の高い鉄がこの程度は使われ、まあ4分の1かぐらいは使われてますけれども、 CO2 の方はやはりだいぶ減りますよね。で、あと電炉品がこう増えてくるわけなんですけれども、結局高炉の方も少し2000万トンぐらいですから十分の量だと思うんですけれども使えてます。で、ただ CO2 排出量が原単位としてはトンあたりで半分までもなんないで、この程度ありますので、この時にはやはりその出てきた CO2 は後で出てまいります CCS と DAC の方で減らさないといけないと。ただこの値段っていうのは鉄鋼あたり4000円程度ですので、大した額ではないんで、この CCS と DAC を日本がきっちり持っていれば十分これぐらいは残って、しかもいいものができるっていう結果になってます。CCS CO2 をキャッチして取り出して、あとダイレクトエアキャプチャーって空気中から実際に CO2 も出していくということですけど、取っていくっていう話ですけど、国内立地ですとCCS と DAC を足した場合でも21キロの CO2 で26円ぐらいで付けして、それで海外立地ですとずっとこう安くこう出てるんですけれども、ただこれはですね、実際に海外に頼んだら本当にその値段でやってくれるということはありませんし、
日本のためにやろうとすると当然高くやりますので、やはりこの CCS と DAX っていうのは日本で必ず持たないといけないんで、国内のこの貯留場所なんかをこれから作っていった方がいいだろうということになります。というのは価格っていうのはだいたい数倍が予測されてますし、それでしかも本当にやってくれるかどうかというとはっきりしないところありますので、これは自分のところでやりましょうというところです。で、まあそういうことをは背景にですね、産業連携表を計算するんですけど、我々は今みたいなものをこうずっと全部選んできて、それで産業連携表の計算ができるようなシステムがこうできておりますので、いろんな数字を変えてやれるということで、ここでは2015年には CO2 排出量が12億2700万トン出てたんですけれども、2030年で見ますとここでだいたい半分までなんないで、この程度です。ですから2030年ですと、まあ 40% から 45% ぐらいの間は削減ができますと。でその後のやつをCCS やなんかで取らないといけないということになりますけれども、この中で例えばいろんなことを書いてるんですけれども、例えばソフトウェアの輸出がかなり増えるとかですね、それから輸入もまあ増えますけれども、これが増える、それから機械製品がまだ少し競争力があってかなり増えるとか、それから海外観光客がこれはかなり7倍ぐらいになってますけど、その程度増えるとかいうふうにやるとようやく2030年では少し黒字ですけれども、だい普通にやって考えると大体みんな赤字で、2030年までを貿易赤字をなくすっていうのはなかなか難しいような状況かなっていう結果が得られています。それとあとこの数字、GDP の数字ですけれども、これは2015年の比でいくとたったの 0.8% しかないってなり、非常に低いです。ですから2030年というのは割とまだ苦しい状況が進むということです。で2050年になるとどうなるかですけれども、うまく電力需要というのはこの場合はですね3000ぐらいになってて、で GDP の方は2015年の553が1500になってますけど、これですとそれでもこの2015年から50年までの成長率って 3% で非常に低いんですよね。ですからこれをどうやるかっていうところが問題なんですけど、まあ、意外と難しいのかもしれないですけど、ここでいろんな IC テクノロジーを増やしたりなんかかなりしてますので、これをさらに増やすのか何でやるかっていうのはこれからいろいろ数字を変えながら追っかけていこうっていうふうに思っております。ダックなし、これは CCS とダックなしの場合ですね、排出量の削減率っていうのは黒字の、この赤の方は赤字になってるところですけど、まあ黒字で90% 近くは排出量は削減13年比でできるんじゃないかと。でこれは CCS や DAC を入れてませんので、これ入れるとですね、入れるのは入ってないですけど、まあDAC だから、 DAC と CCS を必ず取り入れないと CO2 は減らないっていう状況は2050年でも続くということです。それとあとここで CCS と DAC がなくて部門別の CO2 の排出量というのがありまして、ここに書いてありますように、割と漁業、化学、セメント、廃棄物処理とか水運、航空輸送とかいうんで、やっぱり
6部門以外を足すと割とCO2 の排出量が出てるんですよ。かなりあると。ですからこれはやっぱりCCS と DAC は2050年になっても必要で、これは日本でやらないといけなくて、これからこれを開発していかないといけないということになります。あとですね、どうやってこういう新しい2050年に向かう新しい人たちを育てるかっていうんですけれども、一つはですね、今日本でかなり困窮者がいて、給食なんかがないともう食べられないというような人たちがいっぱいいるわけですけれども、そういう人たちを例えば20万人ぐらい全部学費やなんかも出して与えてやりますとですね、大体10兆円ぐらい支援費としてかかるんですよね。ずっと大学行った後定職のドクターについて偉い、それでできる人は准教授教授ってこういうなれる、そういうシステムにして大体10兆円ぐらいですけれども、これでGDP の方はですね、結局戻ってきまして、大体9兆円とか 9.5 兆円ぐらいが総額として10兆円のうちのほとんどはそれで戻ってきますので、そんなに大したことはないんで、例えば今いけない人たちに奨学金やなんか与えて、あと定職につけてずっと進めていくと、2050年には先ほど言ったような ICU を中心とした新しいシステムを作ってくれるような人が出てくれるだろうというようなことで、お金で見ると非常に高く見えますけれども、 GDP で見ると大したことはないですし、やっぱり困った人たちが楽々こうできるような社会にしていきたいなということで、例えばこういうことをしたらどうですか。でそれには確実にドクターで出た後も職につけるということですね。でそういうのが今ないんで、日本ではもうドクターに行く人っていうのはほとんどいなくなっていて、あと定職ないんですよね。で使い捨てになってしまってるんで、このシステムはやはり変えていかないといけないんじゃないかなというふうに、その例としてはこういうのありますので、こういうことをやって、あと先ほど示しましたように、いろいろ数字はこれから変える仕事っていうのがいっぱいあるわけで、この我々の今のシステムをある程度公開してしまって、皆さんたちがこういう社会にしたいというのを言えようと思えば計算ができるようになってますんで、そういうところで新しい知恵を出していただいて、これから2030、2050年に向かって頑張っていくと、日本もそう捨てたもんじゃないようになっていくんじゃないかな、そういう具体的に数字で分かりますので、そういうを見て自分たちでこういう社会したいというので計算をしてもらえるようになるとありがたいなというふうに思ってます。時間がちょうど来ましたので、これで私の話は終わらせていただきます。ありがとうございました。山田先生、ありがとうございました。小宮山先生と一緒に書いてんですけど、太陽光発電工学って30年ほど前書いたやつですけれども、そこに今の骨格は載ってるんですよね。それでずっとこう進めてきて、ようやくちょっと理解が深まってきたのかなというふうに思ってます。もし見たい方いったら、どっか本屋に来たらまだまだ見れると思いますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。